こんな形でポスターが出来上がったんですね。そうですね。今回、そのポスターのスタイル写真、撮影は、どんな感じでした？今回はね、スタジオを借りたわけですよ。普段アパッシュはお店で撮ってるんだけど、今回は本気でスタジオ借りて頑張ったんですけども、1時間だっけ、1時間ぐらいしか借りれなくって、もうね、いっぺんにみんなスタイル同時に作って、でまとめて移動して、でブワー撮ったって感じなんだよね。で、まあ今回ちょっと自分がこのプロジェクトに川上さんからこう任命されてね、やらせてもらって、自分一人じゃもう 5スタイルあるんだけど、アパッシュが作ったやつは全部自分じゃ切れないんで、みんなにこういうところをこだわってほしい、こういうところをこだわってほしいって説明しながら、自分のスタイルも作りつつやってもらって、で撮影してくれたのはもうお客さんでいつもお世話になってるフォトグラファーの人にやってもらって、スタジオもしっかりやって、もう角度とか照明の雰囲気とかももうあらかじめね考えてやんないと1時間じゃ終わんないから、結構バタバタしたけど、そういう様子もね、YouTube で出してますんで、今改めて見るとみんな余裕っぽく見えて焦ってたかなっていうのそうですね、そうそんな感じでやりましたね。はい、まずそのままスタイルをこちらでそれはですね、これは僕ね、これ川上さんに切ってもらったんですよ。で、もう川上さんにはフラットトップです、もうアーミー系のフラットトップですっていう風に伝えて、あんま指示しなかった、もう分かってるから川上さんは。でも確実に角刈りとは違うし、角刈りとかフラットトップとかって整髪料つけないようなイメージあるけど、でもあえてつけなかったらしっかり成り立たないようなスタイルをバーバーの観点からね、作り上げてくれて、でやっぱりそのフラットトップって角をね、こう8で作らないんだよね。こうこのこめかみの上のラインぐらいで角を作るから、その角のポイント、角張ってるところが普通の角刈りとは違う場所にあるんだっていうのを、これは角刈りじゃなくてフラットトップだっていうのをちょっと強調したかったから、横からの後頭部からこうフラットのところにつながってってるラインっていうのをちょっと見せたくって、その角度で撮影させてもらいました。モデルさんも雰囲気あるからね、めちゃくちゃ似合ってるそうですね、では最後一つ、タケルパイセンのやつですね。タケルパイセンのやつですか。タケルパイセンにはね、バズカットのスキンフェード、坊主のスキンフェードなんだけど作ってもらって、これは坊主スキンフェードってやっぱちょっとヒップホップカルチャーによってブラックっぽい雰囲気のやつと、そうじゃないのがあるんですね。で、そのどこで差を作ったかというと、やっぱりこのフェイス、顔周りのラインアップをあまりこうパチパチにしない、あえてちょっとこう緩いぐらいの、感じで残しておくことによって、ヒップホップ寄りじゃなくなるかなと思って、よりこう純粋な究極のフェードスタイルになるかなと思って、タケル君にはそこをやってもら強調してもらって、もうタケル君はね、本当に坊主のスキンフェードとかはもうカルチャー的にも好きだから、多分パチッとやりたかったと思うんだよねでもそこはちょっと抑えてみたいな、今回はこういうイメージでいくから、でもう本当にまっすぐな髪型だから、モデルさんにはもう真正面を純粋に見てもらって、何のそのなんていうの、飾りもなく綺麗にこう映るように目線を作ってもらって撮りました。なるほど。以上5スタイル。そうです、アパッシュは5スタイルを提案しております。はい、はい、まずはサポートユアローカルなんで、このポスターを地域に、提供しようかなと
思ってます。あのこのポスターを目につこのポスターが目についた人が髪型を変えたくなる、自分たちの仕事を通して髪型で刺激が欲しくなるような、そういう人たちに目がついてもらえれば、あのまあアパッシュのね本店も大町店もあの地域柄あの自衛官の人たくさんいると思うんで、あのその人たちに届いてもらえるようなところに目がつくように、あのもう差し上げます、うん、上げていこうかなって、あのと思ってるので、あのまずはそういうふうにあのアパッシュはサポートユアローカル、一つの、行動を取ってきたらいいかなと思いますので、でさらに、多分こういう僕たちと同じような環境で働いてお店を構えてるあの全国の床屋さん、まあ、ないし美容室もあるかもしれないし、あのそういった環境の人たちでこのポスターに興味がある方は僕たちに連絡ください。何かしらそこもサポートができるようにあのしていきたいと思いますので、そういう形であのサポートユアローカル&バーバー、うん、あのつながっていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。